はい、着物でトライということで、今日はミュージック昭和さんというね、山形にある、レコード屋さんに来てみました。今日はここで何やら DJ スクールがあると聞きまして、行ってみたいと思います。じゃあレッツゴー。はい、早速お邪魔してみました。こちらが女性の DJ 講師のティンクちゃんです。よろしくお願いします。ティンクです。そもそもこの DJ スクールってどういう背景で始まったんですか？ミュージック昭和さんで、DJ レッスンをなんかしたいっていう計画を練ってたらしいんですけれども、私をちょっと紹介して、はい、いただいたのがきっかけで。なるほどなるほど、はい。DJ の女性講師って結構珍しいイメージですけど。そうですね、はい、いやいや、すごくいいお話だったなと思います。まあ初めての人とかも多いのかなと。そうですね、初めての人が多いと予想してます。あとは DJ やってる方でもこの機材がもう超一流なので、はい、触りたいとかいう方ももちろん OK です。ありがとうございます、はい、じゃあ早速私も触らせてもらおうかな。ぜひぜひ焼き入れてください。すいません。ということでちょっと基本的な機械を聞いてみようかなと思うんですが、はいはい、これはレコードをかける機械ですね。ターンテーブルですね。あ、ターンテーブルってですね、はい、黒いんですね。そうなんです。この黒いのはもう今一番最新でめっちゃかっこいい、これはもう自慢のすごいテクニクスの、テクニクス SL1200MK 小川社長のテクニクスですね。あ、素晴らしい。でレコードがあって隣にあるのは CD ですか？そうです、 CDJ になります。 CDJ、 はい、再生するとこの画面が回るんですね。まあ、画面が回りますね。はいはいはい、ここは回らないんですね。ここは回らずに、あーはー、はい、CD をこう入れるのはここから、はい、でも CD でもって来ない人もいるんですか？そうなんですよ、今はもう時代は MP3 デジタル音源なので。デジタル、はい、USB をこのように挿して、はいはいはい、この USB からデータの音源を CDJ で再生することが可能です。おじゃあお持ちですね。これさせばいいんですね。はい、じゃあだと勝手に読んでくれるわけですか？で、ここの USB を、ね、はい、選択していただきます。はい、はい、そうしましたらこのジョグダイヤルで、はいはい、コロコロ回してフォルダを選んで、選んだらボタンをジョグを押していただくと選択できます。はい、でまた押したり、ね、なるほどなるほど、はいはい、あ、曲入ってます、ね、でこれで一個一個選択していくんだ。そうですね、はい、この曲って決めていただいて、はははは、レコード、CD 並びに USB で、こちらは何ですか？はい、こちらは DJ コントローラーという。 DJ コントローラー、はい、これは CD も入らないし USB も刺さらず、はい、あとレコードも載せるところがないんですが、はい、これはパソコンの、パソコン、はい、パソコンにつないで、はいはい、DJ アプリで音楽を再生する専用の DJ コントローラーになります。なるほど、ここにパソコンをつなげるんですね。そうです、はい、最近はこうタブレットをつなげたりもするんですか？そうですね、タブレットだったり iPhone だったり時代ですね、対応してますね。もう こんな風にしてこう、うん、重いレコードを担いでくる人いないわけですね。キャリーでね、こうガラガラって来なくてもパソコン1台、パソコン1台、はい、時代ですね、時代ですね。じゃあ早速ちょっと DJ の講師の先生に教わろうと思います、はい、じゃあちょっとツルツルの指で行ってみたいと思います。じゃあ早速音頭出ししてみたいと思います。はい、さっきね音出ししてもらったティンク先生からですね、手ほどきを受けましてちょっと練習してみました。そしたらですね、着物でやってみようと思ったんですが、なかなかね、袖がこう、邪魔になるということで、ちょっと助けを出してみました。はい。助けをかけてみたいと思います。これはですね、もう仕込んであって、もう2秒で助けがかけられるという。うん、はい。はい、袖もしまわれたんで、早速じゃあ行ってみたいと思います。ヘッドホンすいません、お借りします。
器具ですね。はい、じゃあちょっとこちらから行ってみましょうか。こうやって音出しながらですね、こうこっちにこう移していくらしいです。さっき習いました。で、このクロスフェーダーっていうのを動かしながら、なんかズクズクするとこっちの音がちょっとずつ入ってくらしいです。入れてみます。で、なんかこう動かしつつもビートはそのままにしなさいということで、外さずに4拍目の後に1拍目が来るようにやってくれています。先生、こんな感じでいいですか？めっちゃいい感じです。あざす。こうすごく指が滑らないですなので指ペロしちゃってます、すいません。正直どちらかというと DJ をするというよりは音を映しっこして遊ぶっていう感じかもしれないですね。はい、今ちょっとレコードでやってみてますけど、なんかこうパソコンとかね CD でもできるんで、初めての人もちょっと遊びに来れるかもしれません。30分体験コースで習ってなんとなくいい感じになったらですね、こうスクールとして1時間ぐらいですかね、習ったり毎月お稽古ごとでできたりもするんで、これは大人もいいですけど、ひょっとしたらお子さんとかね、ダンスしてるお子さんなんかもすごくいいかもしれませんので、ぜひトライしてみてください。はい、早速、体験された方がいらっしゃったんで、ちょっとお話を聞いてみたいと思います。お名前はいいですね。名前はいいですね。はい、やってみてどうでした？びっくりしました。すごい最新の機械だっていうことで、これが触れたっていうこともすごかったし、こういうものなんだっていうのをすごい分かりやすく教えてもらえて。初めて？初めてです。びっくりしました。どうでした？やってみたら意外とできちゃいました。いや難しい。難しい。なるほど、と思います。ちなみに曲はどうされたんですか？曲は先生のです。なるほど。もうまあいけちゃう感じですか？いけちゃわないですけど、でも楽しいかもしれないです。デジタルハードウェアでやりました？デジタルハードウェアもレコードも両方やらせて。レコードもやったんだ。うん、今日体験ですね。はい、体験です。ぜひお習い事でご子息と一緒に。ご子息と一緒に。ありがとうございます。体験してみてください。はい。じゃあ私たちヒップホップ育ちなので、今日はパブリックエネミーのファイトザパワーで練習いってみましょう。ありがとうございます。これは非常にこう皆さんに音を届けたいんですが、残念ながら音は届けられないと、聞きたい方は、はい、ミュージックショーさんに体験レッスンに行きましょうということですねです。早速行ってみましょう。触らせてもらってありがとうございました。あ、こちらこそありがとうございました。かれこれ1時間ぐらい遊びましたよ。もう遊びました。あっという間。頭も指もツルツルですよ。すごく楽しかったんですけど、今日体験レッスンということでお邪魔してみましたけど、どういうタイムラインでやっていくんですかこれ？今後はですね、水曜日と土曜日に、はい、レッスンを設けてまして、はい、水曜日は夕方6時から、土曜日は午前中から、はい、1日やってます。やろうと思ったらどうすればいいかな？予約した方がいい？予約した方がいいです。あ、そうね、はい、じゃあミュージック昭和さんに電話して、はい、いついつ水曜日の7時から行きたいんですけど、はいはい、大丈夫ですか、はいはい、っていう予約の仕方かな。お願いします。で、体験してすごくね、もうかれこれ1時間ですよ。ですごく楽しかったんで、はい、じゃあ本格的にちょっとお習い事でお稽古事にしようかな。入会金とかどうですか？入会金がですね、通常かかるんですけれども、今年いっぱい12月末まででしたら無料で、はい、入会できます。すごいね、はい、でお月謝がのワンレッスン制になってて、
ワンレッスン60分マンツーマン、はい、で税込み3300円、あのその方のペースに合わせて教えていきたいと思います。うーん、なんとなくイメージとしてはあれですかね、デジタル機材を教えることの方が多くなるのかな。そうですね、多分これからもし本当現場、ね、クラブとかで回したいってなると、うん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 、それに対応できる方がよろしいかと思います、うんうん、なんとなくですね、結婚式の二次会用とかにも調子良さそうな気がするんですよね。そうなんですよ、うんうん、DJ 覚えるとそういった場所でもできるし幅が広がります。まあちょっと着物でやってみたということで今日は DJ をしに来てみましたけど、個人的にすごく思うのはそのまあ、DJ に限らず何でもそうですけど、好きなことをずっとやり続けてる人ってかっこいいなと思っていて、なんて言うんでしょう、音に限らずなんですけど、やっぱそのね、一過後をお持ちな方が多いわけじゃないですか。そういう人はすごくかっこいいなと思ってね、今日の講師の先生はまさしくそれでしょうから、嬉しい。水曜日と土曜日ミュージックショーさんに来るとお会いできると。そうです。で木曜日をどこかに行くとお会いできるんじゃないですか。あ、木曜日はですね、山形市内にありますコーヒーセンター道という、だいたい夜6時以降ですかね、あのインターネットラジオの収録をあの営業中にやらせていただいております。インターネットラジオ、はい、一人でやってるの、メンバーが、うん、はい、結構いらっしゃるの。そうですね、はい、例えば、スティーブ、はい、スティーブさん、外国人の、はい、はい、イギリス人、フロムイングランドですね、はい、はい、山形だとどなたがいるんですか。あとは第三、第三、第三、はい、はい、あと私がメインでやってて、はい、で最近はハワイから、はい、ハワイ、はい、はい、ハワイから、ハワイから山形出身の、はい、DJ ヒデックスさん、ヒデックス、ああわっさ、ヒデックスやるの、すげえな。ね、おなじみのヒデックさんをお誘いして OK いただいたんです。すごいすごいすごい、はい、ヒデックスさんじゃあチェックしてくださいよ。うん、あとすごいこうレアなミュージックの DJ がいらっしゃるって聞いたんですけど。レアな、はい、ロカビリーを回してらっしゃる、忘れてました、めちゃすごい音体がいらっしゃるって聞いたんですけど。そうです、トシさん、 DJ トシ、はい、まだちょっと DJ トシ僕お会いしたことないんですよね。お会いした方がね、うん、ちょっと今度行ってみたいと思います。ぜひぜひ。カフェ道に行くと DJ トシに会えますか。呼びます。やっぱこう非常に新しい取り組みとしてね、すごくいいことだなと思ったので、うん、今日厚かましく着物でお邪魔してみました。ありがとうございます、はい、じゃあ最後皆さんに一言、はい、DJ ティンクの、DJ レッスン、山形の JY パークになりたいと思いますので、はい、いろんなあのアーティスト輩出できるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ皆さんね、ぜひミュージックショーはチェックしてみてください。着物でトライ、今日は DJ 編でした。